ジアハオ、台湾の皆様、はじめまして。日記著者の夏木志保です。この度は私のデビュー作日記を皆様にお届けできる機会を授かり、とても嬉しく思います。自著が翻訳出版されるのは今回の繁体字版が初めてです。非常に光栄です。皆様に楽しんでいただけるだろうかとドキドキしています。ぜひとも台湾の多くの方に読んでいただきたい作品なので、今から今作の内容を少しご紹介させていただければと思います。この作品は一人の少年とその担任である男性教師の二人の物語です。主人公の高校生は社会でうまく生きていくことができず、冷笑の対象にされ難相にもなった自意識のひだを抱えて毎日を過ごしています。そんな中、彼は偶然から担任である美術の先生のとある重大な秘密を知ってしまいます。主人公だけが知った担任教師の秘密というのは、社会との極度の緊張を強いられる物事でした。その担任教師を主人公が秘密を材料に脅迫するところからこの物語は動き出します。主人公の高一と教師の二木は脅迫関係の中でお互いに嫌悪し蹂躙し合います。二木の秘密を知った高一は彼を蔑み追い詰めて、教師の二木もまた卑劣な脅迫者の高一を軽蔑し押収するんですけれども、そのやり取りの中で二人は次第にお互いの抱えているものが種類としては別物でありながらもある切実な共通項を持っていることに気づき始めます。互いの心を犯す攻防の果てに彼らが果たしてどのような結末に至るのかを皆様にぜひ読んで見届けていただきたいと強く願います。今回初めて自著が翻訳出版されることになり、私も台湾の文芸に興味を持ちまして、今はこちらを読んでいます。ファン・スー・チーの初恋の楽園という作品です。自分の書いた物語が多言語に翻訳されることには不思議な感慨と、より多くの方にお届けできる喜びがあって、台湾は私にとって特別な国になりました。皆様、おすすめの台湾のご本がありましたらぜひ教えてください。2期ぜひお手に取ってください。本当に心から皆様にお届けしたい作品です。皆様に楽しんでいただけますことを強く願います。同社2期ぜひ楽しんでください。